はい、どうも、木下です。さあ、今日もウィニングイレブンリサーチクラブチャンピオンシップやっていきましょうということでね、前回パリでの初陣、なんとね、初出場で突出場、初ゴール決めるというね、素晴らしい大活躍を見せた小太郎選手なんですけどもね、まあ今日もしっかり結果残してスターティングメンバー入ったんでね、しっかり頑張りましょうということで試合やっていきましょう。はい、サンティエンヌ、なんか一回サンティエンヌに松井大輔がおった記憶あるんやけど、気のせいかな。とりあえずよし、はい、カットします。少し出して左に送って、あ、やばいやばい、俺か、何やってんの、俺スタメンや、危ない危ない危ない、ベンチ癖が、え、俺 DMF バリ守備的やん。フォワードで出された次は DMF だと。ねえ、ちょっと DMF やったらさすがにちょっと守らざるを得んな。これ。いや、軽い。はい、ナイス。いけいけ、もうディフェンス。来た。いや、打たして、邪魔邪魔、せっかくいいディフェンスしたんやから邪魔やろ。もう少しでしたね。まあ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 、えい、やばい、体力やばい、体力やばい、バカクソ調子乗った。エンドが変わって右から攻めます。ナイス。ちょっと攻撃任せるか。いけんじゃない、お前いけんじゃない、え、シュート、あ、うまっ、お前うまいやん、やるやん、ベラミー、やばいやばいやばい、いやいや、ディフェンス何してる、いけた、いや、え、ここで奪い、アザーす、消極的、ナイス、これは交代があるようです。オッケー、俺って邪魔すんな、お前、後ろからのマーク、くれるんかい、いいね、いいよ、いいコンビネーションやん、入ってくる、落としてもよかったけどな。はい、変わりました、はい、終わりました、ベラミンのワンゴール。はい、ベンチ、お、でも見て、前の試合の MVP に選ばれてる。そんな活躍したか、俺。ほぼ何もしてないけどな。まあまあまあいいでしょう。嬉しい。ありがとう。はい、スターティングメンバー入りました。お、試合出れるようになってきたね。まあでもね、ちょっとフォーメーション的にね、DMF になっちゃうよね。まあそれは渋いんですけどね。まあ、ちょっと頑張っていきましょう。さあ、活動。はい、スターティングメンバー気合入れていきましょう。ナンシー。ヘイ、ナンシー。さあ、DMF でスタメンです。行きましょう。さあ、サンディングメンバー行くぞ。 DMF なんですけどね、しっかりチームに貢献していきたいと思います。自分からこのポジション適性をね選んだとはいえ、やっぱ前で勝負したいよな。どこでも勝負できる逸材になりたい。やばい、前に前に、次、やばいやばい、軽いぞ、ナイス、ピンチを逃れました。前半の15分が過ぎました。可愛くないですか、皆さん、どう、いいプレッシャー、オッケー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 、終了します。前半ね、ほぼ何もできてないんでね、後半しっかり頑張りましょう。ボールキープしています。いやー、ファーストタッチ、いかい、でもね、正直ね、 DMF じゃね、得点絡むのなかなかむずいよな。強い、スタミナないし、危ないところでした。だから僕は前で待つ。これは危ねえ、ドローイン、もう前で待つよ、やっぱ前で待ちすぎて、ま、見てください皆さん、いいプレーですね、やばい、減ってシュート、外した、ドローイン、さっきからめっちゃ下手やよシュート、危機感持ったがいいよ。中盤の選手に対して、いい、ね、もっとサイドへボールを振っていけとメッセージ、もうめちゃくちゃしよるこいつ、なるほど、おい、果敢に突っ込んだだけ、イノシシか。大丈夫、ドローインは打たしとけ、ドローインは打たしとけ、ゴッ、おい、ユスーフハッチ、あー、変わりました、頑張った頑張った、はい、スコアレスです。シュート7本も打たれてます、こっち1本。はい、まあ今日2試合終わったんで、じゃあ今日は終わりたいと思います。これからちょっと2試合で回していこうかなと思います。2試合ずつでもうパッパッパッとね、やっていきたいと思います。ということで、今日は見ていただいてありがとうございました。
まあ、今日目立った活躍できなかったんですけどもね、これからしっかり頑張っていきたいと思います。はい、よければチャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。